だしょ、まだまだしょ、血液が食べつうハンバーガーショー、 A 型 O 型 AB 型 B 型、人間の性格がたった4種類に分類されるわけないけど、それぞれのタイプの店員がいたらこんな風になる。ハンバーガーショー、やたら細かいA 型のハンバーガーショー。いらっしゃいませ、こんにちは。お客様ですか？決まっとるやないかい。今日はどのようなご用件で？ハンバーガー食いに来た、決まっとるやないかい。私本日お相手をさせていただきます、鈴木恵美子と申します。いちいち名刺を出すな。それでは早速ですが注文を賜ります。チーズバーガー一つ。はい、かしこまりました。チーズバーガー、いちいち名刺を出すな。急いとんねん、早してくれよ。今から作りますのでしばらくお待ちください。当店は清潔さをモットーとしていますので今から手を洗ってきます。 おい、どこ行くのよお前。お待たせしました。それじゃあ今からチーズバーガー一生懸命作りますので、もし失敗しても怒らないでね。小さなチーズバーガーからコツコツ。ごちゃごちゃ言わんと早してくれお前、急いとるやないかい。230円になります。おっと、1万円からですと9770円のお返し。あら、夏目漱石の顔の向きがバラバラだわ。全部同じ方向に向けて。お前は神経質か。ハンバーガーショー、人を支配したがる大型のハンバーガーショー。いらっしゃいませ、ご注文は？チーズバーガー。お言葉ですが、あなたはチーズバーガーよりも照り焼きバーガーの方がお似合いだと思いますので、照り焼きバーガーにしてください。それとお飲み物はコーラがぴったりだと思いますので、照り焼きバーガーとコーラで決まりね。オーダー通します。照り焼きバーガーとコーラね。ちょっと木村さん、あなた照り焼き作って。田中さん、コーラ入れてね。ちょっと待ちません。何ですか？僕あの照り焼きよりもチーズバーガーの方が食べたいんですけど。嘘、好き嫌い言っちゃダメ。あなたは照り焼きの方が向いてるんだから。え、どうしても？本当に？よし、わかった。あなたがそこまで言うんだったら私が一肌脱ぎましょう。木村さん、照り焼きキャンセルね。え、もう作っちゃった？捨てちゃえ捨てちゃえ。大丈夫、バレないバレない。すべて私が責任持ちましょう。あんた思いないそうやわ。ハンバーガーショー、エビー味覚で来るな。エビー、エビ型のバーガーショー。いらっしゃいませ、ご注文は？チーズバーガー。あなたがチーズバーガーを注文するということは、つまりあなたが空腹ということですね。分析はいいから早やってくれっちゅうのに。やだ。なんで？私チーズバーガー嫌い。そらあんたは嫌いかもしれんけど、客の俺がチーズバーガー食いたい言うとるやないかい。どうしても？どうしても。チーズバーガーなんて大嫌い。なかんでもええがな。ほな、コーラも注文されるから。ポテトも注文してくれなきゃやだ。わがままなやつやな。ほな、ポテトも注文されるから。ほんと？わーい、あたし嬉しい。タラッ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 タラー。どんな性格するんやお前は。ハンバーガーショー、ビーチャランポランナー、ビー B 型のバーガーショー。いらっしゃいませ、ご注文は？チーズバーガー。ない。ないってお前ここに書いてあるねかい。嘘嘘、ほんまはある。嘘ついてどないすんねん。チーズバーガーね、チーズバーガーもいいけど、私の考えたオリジナルエビバーガーの中に照り焼きビーフを入れて、その上にシェイクをかけたむちゃくちゃバーガーってどうですか？むちゃくちゃバーガーだって。大笑い。ああ、ハンバーガー屋の店員飽きたわ。やめだっと。お前どこ行けない。お前自由奔放なやつだな。ハンバーガーショー、ハンバーガーショー、血液が食べつうハンバーガーショー、ハンバーガーショー、エビハンバーガーショー、ビー血液が食べつうハンバーガーショー。